3番の城崎、自力顕微の差し足を見せていけるでしょうか。3番手は6番の杉山です。2番、3番、6番と九州勢上がっていきます。残り2周のホームとなりました。並びかけた2番の下沖でしたが、さあ突っ張って4番の枠本が先頭、その後ろはインコースに7番の前田、アウトには5番の園田と並走となっています。4番手無風で1番の表、5番手で打者を迎えました2番の下沖、3番6番九州勢ですが、前ではもう4番枠本腰を上げてペースを上げています。番手を取っているのは5番の園田。残り1周のホームとなりました。4番5番と並んで車間が空いて、3番手には7番の前田、1番の表が続いている。さあ1番の表は切り替え、自らの足で上がっていくんですがどうか。2番の下沖は4番手、まだ前とは遠い。3コーナーを待って、4番の枠本が先頭、車間が空いてきた5番の園田、離れて3番手2番の下沖、4コーナーから直線コース、4番の枠本独壇場。さあしっかりと振り切りました。2着がどうでしょうか。2番3番並んでのゴール通過か。前受けの松岡、鈴木の上昇に対し突っ張って出ました。2センターから4コーナーのカーブ、先頭松岡変わらず、番手は坂上、静岡勢田中と土屋が続き、鈴木光大は再び5番手で赤番を通過。さあ鈴木はこのまま構えるか、それとも仕掛けて出るのか。先頭6番の松岡、2番の坂上、一方3番の鈴木が仕掛ける、かました鈴木ですが、再び抵抗した6番の松岡最終選考。番手は坂上、3番手田中、一方鈴木は交代、切り替えて5番の白岩、最終回先頭は6番の松岡変わらず2番の坂上、そして3番手から田中が渾身のまくり、2番の坂上が田中に抵抗する中、牽制かいくぐり逃げる松岡を田中が捉える。2センターから4コーナーまくり切った4番の田中、切り替えた坂上を振り切ってゴールイン。前で構える4番青野正弘、後方を牽制している。中段からゆっくり2番姿が風道が6番の村田を牽制していますが、6番村田、2番の姿、現在並走の形でバックスレッジ、前で構える4番青野がこのまま先行体制から打者を迎えていきます。打者を迎えて4番の青野正弘、先行体制、神奈川勢、その後方には大阪勢が続く形、2番の姿が現在中段5番手を取った。そして6番村田は後方7番手となって、レースはいよいよ最終周回、ホームからまくっていく。6番村田由紀、後続地元勢が離れている。現在3番手から2番手までまくってきたのは6番村田由紀、先頭は依然として4番の青野正弘。第3コーナーの間に向かってまくり切った6番村田が先頭に勝った。そして現在2番手が4番の青野、そして7番の小原がついて4コーナーから直線コース、ここは新鋭6番村田の圧勝。2着争いは混戦となった。条件を取っての3着、さあホームから踏み込んでいく6番橋本勇気、打勝の周回、ここは9番増田が突っ張っていくのか。さあ6番の橋本勇気が強引に主導権を取るのか。打勝を迎えます。打勝を迎えて前に出たのは6番橋本勇気、地元勢、そして9番増田大河は現在3番手、4番山口の並走状態で直線コースに帰ってくる。レースはいよいよ最終周回、レースは若干スローペースとなっている。後方を牽制しながら6番の橋本がペースに持ち込むか。番手は3番川口幸太郎、後方からバクってくる5番の坂井を3番手あたり、2コーナーからバックスレッジ、9番増田がイングスルス、
を作ってくるが、まくった5番坂井が先頭に勝った。そしてその後方2番佐々木龍が続く。3番川口幸太郎2番手で粘っていく。4コーナーから直線コースに帰ってくる。5番の坂井を後方落車があった。ゴールは5番1番の体勢です。さあ一気にペースが上がっていく。中段から仕掛けていったのは8番谷和也、近畿勢がまずは仕掛けていく。9番深井は現在中段5番手あたりか。2コーナーからバックストレッチ。さあ現在中段4番手がもつれる展開。1番伊藤朝日、その中段から9番深井がダッシュとともに一気に踏み込んで、ここは主導権を取りに行った。第2センターから4コーナーのカーブ、9番の深井が主導権。そして番手は7番の柏野智則がハマっている。3番手が8番谷和也、そして2番の三谷翔太が続いている。1番伊藤朝日は現在後方6番手となって、1本ボーンの体勢、バックスレッチへ入っていく。3番手から8番谷和也がまくっていく。先頭は依然として9番深井智博、番手は7番の柏野智則、3番手は依然として8番谷和也。第2センターから4コーナーのカーブ、先頭9番深井智博、番手からは7番柏野、2番車三谷追い込むが、ゴールは9番2番の体勢。2番の室井蓮太郎、赤番のホームから動きます。前受け伊藤博樹はどう対応するか。さあレースは残り800を切ります。ここで誘導が外れて一旦伊藤博樹が流れを作ります。追い出し気味だった室井蓮太郎、ここで一旦5番手で体勢を整えます。6番車藤田切り替えて4番手、室井蓮太郎は後方の5番手。2コーナーからバックスローペースになっています。流しながら後続を引きつける4番の伊藤博樹、しかし打掌を合図に室井蓮太郎がここはロングスパート巻き返します。一気にピッチが上がっていきますが、引きつける4番の伊藤、このままどうやら突っ張ってかけていきます。伊藤博樹の逃げ、室井蓮太郎は再度5番手に下がった。さあ藤田大輔がここで3番手に切り込んで、山田浩二が一歩遅れて4番手、3番手4番手一塁変わって最終1コーナー回ります。その間に逃げるのは4番の伊藤博樹、2番手1番の桜井正孝。さあまくりに構えた室井蓮太郎、5番手からバックまくり、4番手3番手バックを通過してようやく2番手、先頭4番伊藤かかっている。まくり返す室井蓮太郎、前段に迫るが桜井が牽制。4コーナー回ります。さあ踏ん張るか伊藤博樹先頭、伊藤博樹先頭、しかし迫る2番の室井蓮太郎、間1番の桜井が追い込んでゴール、広がっています。you